思います。怖い。じゃ、残念、外れでした。いつもは皆さんとワイワイしながらやるからちょっと緊張感がすごい。はい、よっこいしょ。はい、残念、外れ。はい、いきます。せーの、ちょ、あー、なんか1公演目、デュオ、あ、2人、いやー、ここに名前が隠れが来るとは思ってなかった。いやー、誰なんだろう。嬉しい、頑張りたいと思います。これにします。うん、まだ中にある感じか。はい、頑張ります。外れー、当たった人頑張ってね。はい、外れです。外れでした。外れでした。バイバイ。お、トリオです。え、頑張ります。ドン、あれ、じゃん。外れ。私当たらないと思うんだよな、正直。待って、やばくない、やばくない、見ました今ソロ。待ってよ、え、ちょ、待って、待って、マジか、うん、ちょ、今、状況把握できない、待って、私、ちょっと、おぉ、おぉ、おんち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 、おぉ、おぉ、おぉ、え、これ、名前書くんです、マジかよ、待って、うわ、くまって、私、で、私、絶対緊張するじゃん、どうしよう。やばくないですか。イエーイ、当たったから嬉しいです。頑張ります。残念、外れ。ピエン、ピエン、ピエン。じゃん、3月28日の日曜日1公演目のトリオです。トリオってことは3人ですか。3人です。頑張りたいと思います。当たった、できた、よし、頑張ります。イエーイ、バイバイ、イエーイ。待ってほしいな。何一つ当たってないんですよ。はい、引きます。当たるかな、当たってほしいな。せーの、当たった、すごい、嬉しい。クレイジーハートの人じゃん。サオリンですって、サオリンと私ですって。初めて書く、これ嬉しい。あ、間違えちゃった、やばい、私2公演目じゃん。私サオリンとじゃなかった、すいません。これどうします、次の人、あ、消して、間違えちゃいました、ごめんねって書いておきます。28日に2公演目、すごい、モーニングプレミアムだ、嬉しい、頑張ります。じゃん、あー、残念、外れだった。ピエン、チュー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 、
よ。あ、三人でーす。楽しみ。誰だろう。心ちゃんだ。あと一人誰だろう。頑張ります。この子。よし。じゃん。3月27日土曜日2回目公演リオ2人。あはは、2人。うー、ここ同期なんです私。ここ行きたかったな。違うか。はーい、はい、バイバーイ。はい、朝倉キキです。はい、じゃあ弾きたいと思います。今年は当たりあるかな。残念、外れ。じゃん。で、残念、外れでした。これにします。はい。パン。お、3月27日土曜日1公演目トリオ3。あ、3人。楽しみです。他にどなたが一緒にパフォーマンスしてくださるのか。当たると思わなかったです、私。27日。あ、かなりみちゃんです。あ、憧れてたシンタ。はい、精一杯頑張りたいと思います。あ、ドキドキですね。はずれ。おい、デュオデュオが当たりました。ここだ、ここ。おのみぞーちゃんとでした。嬉しい。イエイ、楽しみです。これに決めようかな。これにします。残念、外れです。よし、これにします。てるん。あ、かわいいおリボンのシールが貼ってありますよ。外れです。どうも、次第のみです。いきますよ。あ、左手で弾くんだった。これはですね、そう、あのマネージャーさんと作戦立ってたんです。左手で弾いた方が後ろはいいの弾けるよって言って、これだ。でででん、はずれえ、どっちだろう。でもね、今年の仕事もいいって占い師さんにたくさん言われたから。いくよ、いくよ。これねえ、ほんとに怖い。やだ。あ、外れでした。やだ、持ってなかった。私これ、はい、見ません見ません。先にみんな、皆さんに見せましょう。じゃん。外れでした。すごい。逆にちょっと誰か、あの、何これ、何年連続だ、これ6だか何年連続の外れの確率を誰か、あの、出してコメント欄にぜひ書いてみてください。はぁ、緊張する。え、待って、怖っ。久しぶりにくじ引く。外れでした。緊張するよね、何回。はい。落としちゃった。当たりました。初めてかも、あの複数人での抽選当たるのは初めてです。イエイ。ゆめちゃんとりんちゃんと、はい、書きました。そっか、すっごい楽しみ。ゆめちゃんとりんちゃんと3人で頑張ります。怖いよ。残念、外れでした。せーの、ソロ。3月27日土曜日1回目公演のソロが当たりました。やったー。やばい、ちょっと手が震えて、違う、うまく書けないんですけど。なかなかこんな機会ないと思うので、精一杯頑張りたいなと思います。はい、いきます。あー、ドキドキする。これこの感じ。はい、おトリオ
ってことか。楽しみ。よし、初めて日のフェスの抽選会で当たったので3人で頑張りたいと思います。誰と歌うか分かんないけど頑張ります。失礼します。3月28日日曜日2公演目トリオ3人、誰となんでしょうか。え、椅子でした。わあ。ということで島川里香ちゃんとあともう一人の方と一緒にトリオ頑張ります。タリリン。トリオ3月27日土曜日2回目公演トリオやったー。ということで新井田さんと秋山さんと3人でした。頑張りたいと思います。でん、開けます。でん、ズレでした。それじゃ弾いていきたいと思いますよ。はい、これにしよう。あ、残念。おお、こうなってるのか。あ、こ、文字が見える。はずれでした。はい。おお、ホタル、リュウ、リュウです。びっくり。なんだろう。あれは見てよですって。3月28日は2回目。トリオ、ちょっと待って、いいですか、もう
私ちょっと行きますね。最初から2人組、4人組、5人組、6人組ソロ、ハズレ、トリオ、もう全制覇しました。ありがとうございました。おお、え、もうなんか見覚えあるよこれ。なんか全制覇しちゃったよ。来年からは外れます、来年からは外れますって私これ毎年言ってます。イエーイ、待ちました。最後です。最後なのでこれ1枚しかないということですよね。何かな、うわー、なんだろう、じゃん。嘘嘘。はい、じゃあ表を見たいと思います。バン、モーニングプレミアムじゃん。ちょっと待ってくださいよ、あかねちにさっき外れましたとか言ってたのに書いてあるじゃん。ちょっと待って、横山入ってるじゃん。みんな上手だな、隠すの。わっ、いい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 、ここめっちゃ見たい。西田しおりちゃんと山崎ほんちゃん、いいね。わっ、新しい子、1回目の何、はじめましての子が絶対抽選に入る説。小田、小田初めてじゃん。小田初めてなんですよね。なんか申し訳ないな。でもなんかすごい楽しそうな、楽しそうなユニットがたくさんある。個性が爆発しそうだなって思うのは椿ファクトリー&ビヨンズプレミアムのトリオ。そこはちょっと楽しそうだなって思うし、じゃあアンジュルムプレミアムのトリオ大丈夫ですか。全員モーニングじゃん。ね、面白い。なんか新メンバーと先輩メンバーとかね、いろんな組み合わせがありますが、私は一人なので頑張りたいと思います。ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。